DS PDS。 Hey guys, my 京都ね、ダウンタウン向け YouTuber のテレです。ちょっとね、更新頻度ね減ってたのね。もうすごい顔が腫れてて、あのフラクシュレズ CO2 レーザーってやつをねやって、2年間で7回受けたんですけど、もう今月で終わったんでね、はい、もう痛い思いしなくてすいませんって感じでね、あのまだ腫れて皮も剥けてんで、今日はね、ヒゲのゴーストしてきまーす。イエーイ。はい、なんか TikTok とかね、こうサーフィンしてると、こうどっかの国で、うれ、うれ、うれって感じで、ヒゲをね、こうぶち抜いてるのがいっぱいあって、とりあえず鼻毛ゴーストしていきます。まあ、ブランドは違うと思うんですけど、もう、ブラジリアンワックスよりも、ゴーストつった方が伝わるでしょ。こんぐらいありますね、ヒゲ。では、溶かします。おらおら。で、ブラジリアンワックスでやるメリットは、まあ、一瞬で毛が抜けんのと、あと1、2週間ぐらいで生えてくるらしいんですよ。だから完全になくしたくない人は、いいですよね。スターティー。待ってて、待ってて、待って、待って、ミックス。はい、魔人ブーになったらね、出来上がりです。今から塗っていくんですけど、これちゃんとしたね、ブラジリアンワックスなんで、安心ください。なんかね、剃ってても青ひげがね残ってたりするんで、やっぱね抜かないとね、ピチピチピッチになれないんですよ。ひげだけねレーザーやってないんで赤くないんで大丈夫です。ではこれでちょっと放置します。お、かっけー、ナッパみたいだね。今から無表情で脱毛します。達成したら登録登録と登録お願いします。いきます。 3,2,1 ゴーシュ。もうこっからも無理、もう。大変だ、なんでこんなつけちゃったんだよ。よし、もう男見せます。でもこれ、皮膚剥がれないかな。ああ痛い。いやあ、もうやだ。だめだ、柔らかい。上の方が柔らかくて痛い。お、いいじゃん。ああ痛い。俺の毛が。一回これ切る。いえ。ああ。やったやったやった。嬉しい。やばいこれ。かばったよ。メルカリ出すよこれ。血が出てるわ。はい、だいぶ抜けたんですけど、まだちょっと残ってますね。でもこんぐらいだったら、あのブラジリーワックスでシュッてできますね。死ぬかと思ったけど、清潔男子になれた。よかった。これで登録者増えるかな。PDS株式会社。チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ。もうこれ以上やりたくないんですけど、ちょっと中途半端にやるのもあれなんで、ちょっと残った動画を仕上げます。うん、うん